はいどうもサイモンです。オザンです。今回も新夜回りパート15です。やっていきたいと思います。間違いなく15です。間違いなく15です。ゆいを追って春が追ってるんだけど、春が工業地帯に飛ばされるっていうね、飛ばされて今いろんな敵から逃げていったところでございます。ざっくりしてますね。うすらぼんやりとした気分。多分こっちが正解なんじゃないかな。もうすぐ敵が現れる。あ、これ一回遭遇したやつじゃん。あいつなんだっけ。あー、タイヤマンもいる。でもなんか、あ、でもなんか死なないよって言おうとしたら即殺されたじゃん。フラグすら建築する前にやられてたね今。もうフラグ建築士1級以上のものが、だからこう身を翻す必要があるんだね常にね。で先に進んでいくよと。喋れねえ。喋ってください。仕事をしてください。仕事放棄中。うぶね。もう急に出てきた。動かせないです。あ、なんだ今、紙一重っていうなんか日村剣心みたいな動きちゃうかと思った。 まだ動かせてないからね。今からです。まっすぐ来るよ。でこいつはね結構攻略できるんですよ。揺れたらまっすぐ動くっていうのでね。すごく簡単。まだ動かしてないですよ。勝手に隠れましたね。めっちゃキモい音するんだけど大丈夫。これ大丈夫。音遠ざかっててくれんの。完全にバレてるけどね。リボン見えてるし。どうなのこれ、操作できないんだよね。あ、ずっと隠れっぱなし。あ、出た。まだ操作できないんだよね。何も触ってないです。これムービーです。この先ムービーなんてものが存在したの。あ、動かせる。こっからですね。ちなみに今までの時間でサイモンが操作してたのマジで30秒くらいです。短っ。他全部マジでムービーなので。仕事してください。あれ、どこ行けばいいの。あ、さっきの魔物が出てきたところ。魔物っていうのが正解なのかもわかんないけど、あのむき出しになる前のね、内蔵くんね。前回小沢さんが名付けたの覚えてますか。覚えてないです。内蔵くんです。そんな適当な。あー、もうあの初見は辛いですあれ。小沢さんの言葉を遮ってしまった。そんな適当な名前つけてたんですよ小沢さんは。だいぶ眠かったんでしょうね。だいぶ眠かったんだろうね。編集しててすげえ思ったこれ。あ、ミリも進まないけど。程よくカット入ります。はい、やってまいりました。戻ってまいりました。こいつに当たってさっき死んだよね。こいつ意外とスピードがあるから。あ、拾ってる場合じゃなかった。80、多分これ80回死にましたね。いやー多いですな。あと20回で夢の3桁引退する時が来たよ。3桁死んだら引退するのこれ。引退します。ちょ急に緊張感が走やばい。あと19回でこのゲームが引退の危機に。いやでもね、前回から本当難易度がおかしいんですよ。難易度の変わり方が。初心者にも優しいのかなと思いきや、あこうなんかあみたいな声しか出てこないんだよね。あと19回か。いや本当にやめるみたいな空気つくんだよ。100回死んだら即終了の、あと18回です。駆け抜けます。もうこれはもう駆け抜けます。ダメです、見向きもしないです。アイテムも拾えません。最小限の動きで。お、また来た。春がびっくりしてるけど触手とかぶってほとんど見えてねえ。これ厄介よねよねー。ということでこう走れるんですね。はい、
回避できました。お地蔵さんがないかちょっと常に調べておいて音を聞くのも大事かもしれない。このゲーム紙飛行機もついに拾えなくなりました。アイテムボックスいっぱいです。どっちが正解なのかもわからない状態。タイヤの跡めっちゃついてるよそう、タイヤマンはたくさんいるんだよね、ここね。おお、合ってたっぽいけどセーブしてねえ勘弁してくださいよ。ここで死ぬのだけはやめて。なんか詰まってなかった今よかった。あ、こっから先行けるんじゃない。また新しい地帯かな。出れた。あ、間違った。工場、いや、まだ工場内ですね。出す。で、今セーブポイントが見えたよ。セーブポイントが体当たりしてるけどビクともしないね強いね、これ、この扉しょんぼりして帰っていくななんか可愛く見えてきた、ちょっとね。仲間にしてほしいだけなのにみたいな。あれも何回か殺されてるけど、仲間じゃない形してるからダメですいや、さっき見たよ。というかさっき後ろで見たよ。もしかしたらこうスーって消えていくのが仲間なの、仲間になるの。新しい仲間要素が、初の仲間があれ。あんな仲間いらないよいや、でかいしな。内蔵くん、内蔵くん2号、セーブしたからかっ飛ばしております。なんかボスの予感がするんだよね。ボス来るんじゃないですか、これ。異常にでかい橋だし、ちょっとゲージを貯めておきますかもうこの慣れてきてる感がすごいね、この。え、なんか今落とした。おいって言ってた。おい、うん、なんか呼びかけられ、うおこ、なんかあの想像もできなかったボス来たんだけど、こいつがボスだよね、多分さっきおいって言ってた。そうだね、みたいな感じで言ってる。わかんない、どういう攻撃をしてくるか全然わかんない。腕伸ばしアタックしてくんじゃない、うん、とりあえず直線上にいないようにしようと思って。ただこれね、強制スクロールなんですねなんで先に行こうと思ってもあんまり行けないんですね。先からなんか出てくるしね。なんか出てくるし、あんま前にいると死ぬんじゃない真珠っぽい口が。今のところでも攻撃が単調だよ。遅いしね。遅い、いろんなもの出してくるけど、特に、あ言わせてよフラグ一級建築しすぎるんだよな。いろんなもの出してくるけど、まあ死ぬわな。これは長期戦になりそうですね早送りとカット多様な気がする。いや、次で決めてやるんだ。ほら本当に、おいおいおい、デブキャラ、おい、ちょ待てよ、おい伸びたのやつじゃんそれおい伸びたちょっと違う。尺を取るんだよな、これ。登場シーンもうちょっとちっちゃくても良かった気はする、個人的に。橋に収まってないしね。収まってないのよそうなのよ。左だね。最初の方は簡単なんですよ。いや、近くにいると詰むんだよやっぱり。右おざんさんがエスコートしてくれてる。あいつ横にも移動するのか。あの、横にも移動する。でもすぐ消えるんでね。そのゲージを貯めておけば多分いける。右、いや、そうよね。あ、嘘でしょ。まあ常に画面ギリギリのところにいるのが必勝法だと思います。ちょっと時間経ったらあの入れ歯消えるから。空飛ぶ入れ歯、空飛ぶ入れ歯が、真珠の入れ歯が。電話鳴ってる。電話鳴ってる。あの、おざんさんちの電話じゃないよゲーム内だよ。しもしもーって言ってる。しもしもーっつって出たいけど電話がどこにあるかわかんない。あぶね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 。右だよね、右。電話がすごくて、あったあった、公衆電話で、出るってことじゃないのこれ。出れませんね。で、出れない。入れ歯が怖い。入れ歯が怖い。あの電話で伝言を残せばセーブができたとか、そういうあのお得な特典があったとか。あそこでセーブできても
いやでかいよ。だって4回くらい死んでるからね、もうすでに。この塊は何なんですか、鎖みたいな。入れ歯酒ゲーだよ今のところ。また電話鳴ってる。また電話だね。出れるようになるまで避け続けろってこと。でもここら辺に電話ない。あぶ、やばいやばい。奥じゃない、奥じゃない。左左左。うっそ。こっからかよー。あ、はい、来ました第3のコーナー。初めてのコーナーです。ちょっと最初マイクから遠かったぞ。完全に実況をせずに無言でプレイしておりました。まだ同じ攻撃が続いております。新しいパターンで来たらもう一回やり直しです。怖いです。今のところ何も変わってないけどね、油断はできないね。うっ、すいません。オッケーオッケーオッケー、無言になる。ここら辺から、ま、初見なはず。狭くなってくるんだよな。怒涛の攻撃、そして色が変わっていく。なんだ色がおかしかったぞ今。また電話が鳴っていく。お、大通りに出た。進展があった、進展が。もうセーブさせて許してください。ムカデいるけど。まだまだなの。え、右じゃない。いや俺もそう思った今。でもこっちも行けるっぽいから。あ、はい、すいません。え、もしかして心を折りに来ている。完全に今の右だったね。久々久々、引退直前でしたよ。そこだ、ムカデと同じところに行くんだ。あ、引退します。やばいやばい、これ結構やばいね。今度こそマジで行く。今度こそマジで、もうすぐ、もうスティック倒しとく。スティック倒しとく。こちら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 、うわー、よし。よし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 、越した越した越した。今何分？ 56 分。56分。めちゃくちゃカットしてるけど56分だからね。覚えておいてくださいね。そして何より俺はセーブがないことに一番の恐怖を今覚えているんだけども。神社崩落してるけど。崩落してる、バチ当たりな。で左にムカデちゃんが。チャコー、癒しのチャコー。行っていいのこれ、行っていいのこれ。怖っ。お地蔵さんないね。意を消していきます。死んだらまた最初からだ。電話。でもあ、これでも、おー、古い公衆電話だ。お家に電話をかけよう。もう 100% かける。手を持ったけど、壊れていて動かないみたい。おーい、ズコーって言えばいいの俺これ。チャコが呼んでるから、チャコの方に向かいましょうか。何か。お金でした。お地蔵さん。お地蔵さん。というかさっきのボス、イベント見てからということですかね。ワンちゃん。おざんさんが読むやつじゃないかこれ。迎えに来てくれたのね。ゆいの手紙があった場所へ戻らないと。もう誰が読んでもいいよねこれね。
だからもうユイ出てこないんじゃね。でも橋の上で苦悩してそれで場面切り替わったから多分出てくると思うよ。ここでユイと合流します。次回します。もうセーブして終わります。終わります。長かったです。ということでお疲れ様でした。じゃあね、バイバイ。